本当にクレアはガレスのことが好きなのね。いきなりストレートに言われると照れますね。いや、まあ見ての通りそうなんですけど。好き。でも？ああ、いや、好きってどういう感情なんだろうと思って。哲学的ですね。私の場合はガレス先輩のことを思うと胸が切なくドキドキしちゃう感じです。ガレスのことを考えると？はい、前に怪物から助けてもらったことがあって、その時からガレス先輩は私の憧れの王子様なんです。憧れ？それが好きってことか。ペアダンスに誘おうと思ったんだけどな。ペアダンス？学園祭の夜にそういう恒例のイベントがあるのよ。誘ったのがきっかけで誕生したカップルは多いんですよ。でもきっと私なんかじゃダメです。先輩の役に立ててないし。本当にそれでいいの？え？後で後悔してももう機会は巡ってこないかもしれない。僕たちだっていつ死ぬかわからないよね。あなた時々極端なこと言うのね。そうかな。でも一理あるわ。勇気を出してみてもいいんじゃない？会長、ネモさん、そうですよね。後悔はしたくないです。ダメ元でガレス先輩を誘ってみます。彼は類人でいきなり英雄と契約してみせました。私たちは英雄と対話し、その力を借り受ける。正体のわからぬ英雄など知りたいんです。僕の英雄のことを。セナレゴで検索。